サンプル連射サマッチです。お、どうもアルカリアです。ミネランデヘルマネーのガスです。はい、ということでね、毎日投稿を始めてから1年が経つんですよ。よっ、まあ、僕らが毎日投稿を始めたのが5月1日、アストくんの多分ビジュアル系の曲目当ての動画から始めてるかなって感じなんですよね。まあ、1年経つんで振り返るというか、まあこう感想的などうだったみたいな、みんな雑談していけばいいかなと。節目なんでね、やっぱ大丈夫ですか。ゴールデンウィーク限定で最初の予定は1から6、言っちゃえば1日から6日の6日予定だったんですよ。ホントガッティで話して、ホントノリみたいな感じで、そうだ、ね、やっちゃいますかみたいな、とりあえずゴールデンウィークやるってなって、意外といけるんじゃねえみたいな感じになって、ね、よしっつって、そうだよね、まあ、もっと必死こくかと思ったら、まあ、意外とやろうと思いますみたいな感じ、まあ、まさかこんな続くと思ってなかったですよね。そうだね、その概要欄もさ、その限界が来るまでみたいな感じ、ね、書いてあるよね、期間限定とか書いてあるんですけど、もはや限界などないみたいな感じ変わってきましたし、まあ、もはや定着しつつあるしつつあるね。そう、毎日投稿したきっかけは出した方が伸びるみたいな感じ、まあ、なんかその YouTube としてね、そのジンクスがあるというか、伸びてる人、まあ俺が聞いたのはゆきりぬさんなんだけど、ゆきりぬさんは毎日投稿しだしてから伸びが全然違くなったっていう話を聞いたんで、できれば毎日動いた方がいいのかなみたいな。あと水溜りボンドはもうずっと始めてから毎日投稿してるからこそ勢いがあったっていう部分もありますよね。そうね、僕の記憶っすけど、うん、その多分始めた当初はそのガッティ君がちょっとまだ不慣れだったんですよ。そうそう、ね、それで、その俺がメインで出しててお願いする感じだった気がする、最初の。ちょっとガッティ君が今日お願いみたいな、ああじゃあ OK っす、そうそうみたいな感じでやってて、うん、結構てんてこまいしてて、で、はいはいはい、夏あたりからその曜日みたいな感じで定着してきて、うん、その課金に任せるわみたいな感じになって、かなりこう回りやすくなって、まあ元のそのメイン曜日というか動画を出す曜日以外をアルカディアがこう雑談とかをやってくれたりとかで、こうおのずと担当が決まってった感はあるよね。きちいなって感じはありました、これこう1年間やってきましたけど。まあ、だからまさに今ダストくんに水曜お願いしてるんですけど、はいはいはい、僕は水曜日が鬼門でした。あ、そうなんですね。そうですね、水曜日にマジでないみたいな時は普通にあったりとかして、それでもう雑談撮ってもうすぐ編集して出すみたいなのはしたことありますね。全然ね、4本はきついと思ったら、俺も週3本担当しててもきちいなって思う時はあったもんな。ストックがない時が一番こうきちいなって思ったから、こうなんかああ不安感はすごそうだな。なんかこう出すために編集してるじゃないけど、こうやりたいものはあるんだけど一本作っとかないと不安だなって感じはすごい。形ができてきた頃なんじゃない、始めようって、そのゴールデンウィークあたりの2人とものこう編集の形というかができつつあるところでみたいな。さらにそこからも俺はこう編集技術上がってるなって思ってるから、やっぱそれを毎日投稿が逆にそのいい修行になったというか。ああ、そうかもね。それでこう、まあ、さらに慣れとプラスで何本上げてるかも気になるよね、シンプルに。まあ390本ぐらいじゃないですか、だからそう約やばいですね。そうですね、バカですね。いや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 、バカではないでしょ。まあ、でも一番勢いがあったのは年末年始のあの動画の並びっすよね。あそこめっちゃ、あそこめっちゃいいよね。めっちゃいいやつ、あの並び。あのツイッターでもつぶやいてたけど、俺何回もつぶやいてて、しかもあれ考え深いのが、うん、その前につぶやいた時ともう再生回数が全然違うの。あー、そこでまた変わるんか。俺が最初に潰れた時この勢いっていうのも面白い。最初に潰れた時ビジュアル系用語のやつが3500回とかですね、はい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 、脳を壊すとかも多分400とか、うんうん、だけど今はもう1000回ぐらい来てるし、そのあのビジュアル系用語のやつに関しては1枚いってるしみたいな。そうね、あれっすよ、当分のことはその、ね、毎日投稿がもうやめるとかないっすよね。うんまあ限界来るまでじゃないですか。あ、限界が来るまでって感じしますから、それともなんかもうバシッとこう決めちゃうなら決めちゃうとかでもなんかいい気もするんですけど、まあでもまあやっぱ水溜りボンドの記録に追いつきたい部分はありますね。はいはいはい、あ、今はそこ概要欄で期間限定で毎日投稿中じゃないですか。あ、書いてありましたよ、うん、どうしますっていうところじゃないですか。これを機に、うん、毎日投稿にするっていう、もういいのかなっていう。いやでももうしてますもん、もう限定じゃないですよ、まあ、ね、あれは期間限定で1年続けたらもうそれは、それ期間限定、もう定番メニューよ。あの公式マークがつきますそれは無理だろ。どうしますか
間限定は取っ払いますか。決定権はリーダーにあるのかなっていう。自信はでもありますよ、はい、し続ける、うん、だからもう取っちゃいましょうか。取っちゃいましょう、はい、毎日投稿腹痛ドーパミンということで、はい、そうですね、やっていきましょうか。やりましょう。そうですね、目標は2年目を迎えることですかね。うん、そうですね。まあ1年迎えましたけれども、まあ、2年目もね、まあ毎日投稿頑張っていくんで、ぜひ腹痛ドーパミンよろしくお願いします。毎日チェックの方お願いします。お願いします。それでは皆さんお別れしましょう。おー、なんかとか出しますけど。